覧の通り私シャンゼリゼ通りにおります。あっち凱旋門、もうすぐこれスタートです。いやーまあドキドキですね。まあけどね、今まで積み重ねてきたものを、発揮して、そして最後まで完走を目指したいと思います。言っとくけど勝負はしねえからね。叶うかアホか。3万7千人いるっていう風に聞いてるから、3万7千番目を目指そうと思います。失格にならないようにね、5時間半以内にちゃんと完走を目指す、それが今日の私の戦いです。ナルトはね、諦めないど根性のやっぱキャラクターなので、同じ気持ちで、まあ完走するためにはやっぱナルトじゃないとあかんかなと思ってナルトにしました。多分ね、イタチとかガーラとかやと最後まで走れないんじゃないかなと思います。それはですね、今ナルトが世界ですごく大ヒットしてますけれども、今特にヨーロッパ地域の伸びがね非常に目立ってますんで、まあヨーロッパの皆さんへのやっぱこう感謝の気持ちを込めてっていう意味で、もともとこのヨーロッパ市場でナルトの人気がね広がればいいなと思って、パキマラソンに出ることにしました。これきついなこれは来るな。いやまだまだですよ、始まったばっかりやからね。いやそうですね、もうとにかく諦めない諦めないっていうことをネバーギブアップの精神で最後まで走り抜きたいと思います。まあけどね、ちょっとこう景色がね日本とも違ってさ、いろんなまあこう うちらがねあんまこう知らない景色なんで、結構景色見てるだけでもね絶対退屈はしないと思うんで、新鮮な気持ちで走りたいと思います。痛い痛い痛い、どこ痛いここが痛い、ここが超痛いそう、いやもうちゃんと夢になるとか出てきてですね、諦めねえど根性だってわよって言ってくれましたんで、まあ大丈夫だと思います。舐めてたね、完全に。いやパリマラソン恐るべし、だんだんいける気がしてきた。これこっからちょっとこう折り返しでしょ、今いや20キロねえ、ちょっとこれスイッチ入れちゃおうかな、これそれ痛い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